B-36 飛行する B-36JB-36 はアメリカ合衆国のコンデア社が開発しアメリカ空軍で運用された戦略爆撃機である。正式な愛称は存在しないが公式な場でもしばしばピースメーカーとの表現がなされこれが半ば公式な故障となっている。他にはコンカラー、ビッグスティックなどとも呼ばれた。 B-29 と並ぶ試作機 B-36 は第二次世界大戦中に計画された爆撃機であるが、1945年8月に第二次世界大戦が終結したため開発が急がれず、初飛行は戦争終結後の1946年8月8日であった。生産は1948年から開始されて、最終的には1954年まで行われている。 部隊配備は1948年から開始され、冷戦の初期段階において、空軍の戦略航空軍団における主力爆撃機となった。しかし、1952年には、後継となる大型ジェット爆撃機のボーイング B-52 が初飛行し、1955年に配備が開始されたため、B-36 は1959年には退役した。このため、 活動した期間は10年前後と短い。現役時代に起きた大戦争としては朝鮮戦争があったが、本機はすべてが各戦争勃発時の主力核爆弾搭載機として温存が図られた。そしてすでに当時は専音速で巡航できるジェット戦闘機の時代であり、実際に朝鮮戦争に投入された B-29 や B-50 などのレシプロ機は、 飛行速度の遅さによりミグ -15 などによる悲劇追いが相次いだ。そのため、高価で貴重な B-36 に対する同様の被害が懸念され、戦術爆撃機としての実戦投入はされなかった。空前絶後の大型機である B-36 は運用が容易ではなく、かつ高価な機体であった。その製造予算獲得は、 空軍と海軍の対立を生み、提督たちの反乱と呼ばれる状況に至った。空軍は航空母艦と艦載機の組み合わせよりも大型爆撃機たる B-36 の方が核兵器を用いた戦略攻撃に有利と主張し、もう一方の海軍は B-36 を10億ドルの失敗と強く批判している。海軍はアージサベージや A3D、スカイウォーリアーといった各兵器運用能力を持った大型攻撃機を開発したが、既存の空母では運用に困難があり、格納庫に入れられず露天がか,かりをしたり、発汗しか行えず着陸は陸上基地で行うといった運用を余儀なくされ、これら機体を完全に運用するには、より大型の空母の建造が必要不可欠であった。結局、空海軍の争いは、 全社が勝利する形となり、B-36 の生産は継続される一方、1949年には大型空母、ユナイテッド・ステーツが建造中止となった。その後、朝鮮戦争での戦訓から海軍では再び大型空母建造の機運が生じ、一方の空軍も後継となる大型ジェット戦略爆撃機を開発した。しかし両社ともそれらでは、 通常兵器の運用が主となり、各攻撃任務は、海軍では戦略ミサイル潜戦が、空軍は大陸間弾道ミサイルが主力となっていく。なお、前述の計画の要求仕様にあった、1万ポンドの爆弾を積んで1万マイルを飛行できるから、点テ々ンテンボンバーズもしくは、重々ボンバーズという通称が生まれ、B-36 の通称ともなった。以後も、 テンテンボンバーズの名は、アメリカ戦略空軍の装備する長距離、戦略爆撃機の通称として用いられることになる。B-36 は、細長い胴体に後退角のついた、長大な主翼を持ち、その全長は、約50メートル、翼腹は70メートルに達する。予圧された、上員区画は、全部と後部にあり、全部は、操縦席及び、後方、無線、 爆撃手が、後部は、非重手が配置された。また、後部上院区画には、ベッドとトイレが備えられている。全部区画と後部区画の間は、B-29 同様の連絡用トンネルで結ばれていた。長大な主翼には大量の燃料タンクを内蔵しており、エンジンを半埋め込み式に搭載していることもあって、翼圧は最も厚いところで2.3メートルほども、 あり、点検及び整備の際には、爆弾層に設けられた通路から、翼内のエンジン収容部及び主客収容部に到達することができた。ただし、この通路は、予圧区画外のため、移動は、地上中基地及び余圧を必要としない高度を飛行している場合に限られた。エンジン及びプロペラは、主翼の後方に向けて取り付けられている、推進式と呼ばれる形式である。 一機あたり、約三千から四千馬力を発揮するよえ星型二十八気筒のレシプロエンジンを六機搭載し、これは実用化されたプロペラ機としては、当時世界最大であったが、それでも水力が不足気味であったため、最初の実用型の収益後に開発されたばかりの、ジェットエンジンを左右の主翼下に、各二機ずつ、計四機をパイロンで吊り下げて追加し、 空前絶後の10発爆撃機となった。このレシプロ6発ジェット4発の推力により、150トン近い離陸重量で、高度1万メートルを最高速度時速700キロメートルで飛行することが可能で、爆走しない場合であれば、最大1万5000キロメートル余りの航続距離が、最大爆走時でも4000キロメートルの戦闘行動半径がある。 超長距離高速戦略爆撃機であった。爆弾層を下方から見上げたところ、画面奥側を左右に横断しているものが前後、上院区画連絡用のトンネル胴体の半分以上は爆弾層であり、4つに分割された区画に合計で最大87,200ポンドの爆弾を搭載できた。これは第二次世界大戦時の主力爆撃機である。 B-17 の6倍以上、B-29 の4倍以上の搭載量である。大量の隠し通常爆弾のほか、全長25フィート、総重量42000ポンドのサイズと重量を持つ、マーク17水素爆弾が搭載可能であり、B-36 は、その収益期間において、マーク17を搭載できる、唯一の爆撃機だった。 B-36 に搭載された陰徳式 20mm 機関砲の連装銃当防御兵装も充実しており、機体各所に連装発揮、K16 門の M2420mm 機関砲を装備していた。防御兵装のうち、機体上、下面に装備されたものは、使用時以外は機体内部に引き込む陰徳式となっており、使用時には機体外反を スライドドア式に開き、銃道を展開して外部に露出させて用いる。機関砲はすべて上員区画の外にあり、乗組員区画内の射撃管制装置により遠隔操作される完全無人式であった。なお、部隊配備後に機内収納式銃道は、展開時に空気抵抗を増大させて飛行性能を悪化させること、また、機種銃座と合わせて、 射撃時の振動で電子機器の故障や機内配線が損傷する原因となることが判明し、重量を軽減して航続距離を延伸させるため、ビブ重在外の防御武装と射撃管制装置は F 型の収益以降から順次撤去されている。J 型では重等収納部を計2700ガロン分の機内燃料タンクとして燃料搭載量を増加させている。巨大な機体を 少しでも軽量化するため、外反にはマグネシウム合金素材を多用していた。そのため、同時代の他のアメリカ製爆撃機も同様であるが、墜落事故を起こすと後形もなく全焼することが多かった。試作型 XB-36B-36 の期限は、1941年の初め、アメリカの第二次世界大戦の3戦前まで遡ることができる。 その時点では後に連合国の同盟国となるイギリスが敗北する可能性も十分考えられ、その場合 B-17 や B-24 などのこれまでの爆撃機ではドイツへの戦略爆撃は不可能になることからアメリカ本土から大西洋を横断してヨーロッパを爆撃できる新たなクラスの爆撃機が必要となるであろうと考えられた。 アメリカ陸軍航空軍はという超長距離爆撃機の設計コンペを1941年の4月11日に開示したが、これらは短期的には実現困難であることがわかり、8月19日にはへと引き下げられ、これに対応する爆撃機として開発された。1941年10月16日にボーイング及びノースロップとの競争提案の上、 コンソリデーテッドバルティ社の案が採択され、開発が開始された。コンベア社は B-24 の生産もあり、B-36 の開発はスローダウンさせられたが、最初のモックアップが1942年7月20日に完成し、設計の調査に用いられた。ユザックは対日戦に用いるために、1943年7月23日に100機の 量産を命じた。ユザックの計画では1945年8月までの配備を目指したが、試作機の完成は戦争終結後の1945年8月20日であり、初飛行は1946年8月8日であった。飛行する B-36J-5CF52 から2225号機。 B-36 の部隊配備は1948年6月に第7エ爆撃航空団から開始された。約10年の配備期間の間に第2、8、15の各戦略空軍部隊で運用された。B-36 各型 B-36 には各種の派生型のほか、様々な試作機が存在する。 B-36B-1CF 第7爆撃航空団の所属機 y b 6 0 x c 9 9 b 3 6 3 m メンズ。ありがとうございます。